本日は第49回神楽坂まつり阿波踊り大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ご観覧のお客様にご案内いたします。本日も熱中症が多発しております。体調不良を感じた方は躊躇せずお近くのスタッフにお申し出ください。また盗撮、痴漢、暴力行為等発見した場合もどうぞスタッフにお申し出ください。さらには牛込警察署、牛込消防署の職員が待機しております。早急に対応いたしますので、どうぞ躊躇することなくお声掛けいただければと思います。反対に青いテープに方は出ないようにご協力お願いします。後ろの歩行者の方に漏れるように。ご来場いただきまして誠にありがとうございます。皆様にご案内申し上げます。本日はこの時間も気温が大変高くなっております。どうぞご観覧の皆様、十分な水分補給、そして少しでも具合が悪いと感じられましたら一旦人混みから離れていただいて休憩をお取りください。何かありましたらお近くのスタッフまたは境内に消防本部設置されておりますのでそちらでお声掛けをお願いいたします。本日はご来場いただきましてありがとうございます。皆様に愛される病院
そして何よりも地域の皆様の病気や健康についてのご心配が少しでも和らぐよう、職員一丸となり、この地域の診療所や病院の先生方とともに医療サービスの向上に努めています。練習不足で未熟な踊りですが、完全には収束していない新型コロナウイルスに立ち向かう思いを込めて、院長をはじめ病院の職員が一生懸命踊っていますので、